夜の寝覚めは、平安時代後期に成立した、王朝物語である。夜半の寝覚め、寝覚め物語、寝覚めなどとも称する。作者については、現在のところ確定的な説がないが、さらしな日記や、浜松中納言物語の菅原高末女であるとする、説が有力である。いわゆる源氏や流暢説の一つに数えられ、途中に本文の大きな欠落があるなどの理由から、 従来はあまり重視されてこなかったが、戦後、研究の進展や中村慎一郎などによる王朝物語の再評価の機運に乗って、広く注目を集めるようになった。登場人物たちの心理を克明に観察し、精緻な描写によって定着させていく独特な手法が特徴的であり、現在では中古後期を代表する作り物語として評価されている。 14世紀の作家と思われる、改作本、夜、寝覚め物語が現存する。講述する第4部は長らく失われていたが、2014年、京都市で第4部の写しの小筆切れが発見されていたことが明らかになった。確証が得られなかった他の小筆切れの内容を結びつける存在とみられ、今後の分析次第では、本文の幾分かの内容が復元できる可能性が出てきた。 作者については、藤原定家筆魚物本さらしな日記の奥書きに、日立の神塚原の高末の娘の日記なり母ともやすあ女、風の殿の母上の目ひなり、夜あのねさめみつのは、ままつ、みつからくゆる朝倉なとは、この日記の人の作られたるとそという記述が見られることのほかに、周囲百番歌合わせにも作者名中記があることから、 菅原高須以上ではないかという説が長らく定説とされてきた。さらに戦後の寝覚め研究の中で、サラシ日記と浜松中納言物語の関係に近似的要素が指摘される一方で、寝覚めはそのどちらともにない要素が多いことが明らかとなり、現在では別人の作とする説も現れている。ただし、寝覚めの独自性は作者の趣向であるという、 考え方に基づく論もあり、未だに高末助作者説に一定の信憑性が認められることは事実であると言っていい。諸本は五巻本と三冠本系統に分かれる。三冠本は財団法人、前田育徳会村業格文庫本のみである。五巻本は島原松平文庫本をはじめとして、天理図書館本、国会図書館本、東北大学本、 聖火堂文庫本、実践女子大本の計六本が現存しているが、いずれも中間と末尾に大きな結末を持つ。金星初期中期打つか、非前島原松平文庫像。国文学研究資料館電子資料館にてデジタル公開。袋閉じ。五巻、大本。金星初期打つか前体育特改造。 袋閉じ、三巻、大元。物語の中間部と巻末部に大きな三逸が見られ、原尊本は原本の三分の一か二分の一の量である。欠巻部の第二部、第四部の概略は、無名造紙、周囲百番の歌合わせ、風陽和歌集、改作本、夜、寝覚物語五巻、寝覚物語絵巻から推定されたものである。 夜半の寝覚めを絵巻物に制作した平安時代末期の作品。国宝。高25.8センチメートル、彩色紙本。漢本ではなく、ごく一部が残った霊感。大和文化館に所蔵される。テキストとしても最古であるが、伝本にはない部分で、第五巻の後半と推定されている。絵第一段へ、第二段へ、第三段へ、第四段。 鈴木行堂、寝覚め物語の基礎的研究花は書房、1965年、高村元継、後本夜の寝覚め明治書院、1986年、鈴木和夫、夜の寝覚め、め新編日本古典文学全集小学館、1996年、ありがとうございます。